こんにちは、頭が振れ歩くの二つ橋陽介くんで、唐突ですが皆さん、任天堂のゲーム 3DS お買い求めになられました。僕は買いましたよ。7月14日に2万5000円でね、アンバサダーだかサンバイザーだか知らないけれど冗談じゃないの、まったく。3DO みたいな名前しやがっているのが呪いの始まりだと思うんだ、僕。3DO の話はどうでもいいな。うん、どうでもいいさ。死神黒服とかハイパーでメディアンクリエイターのことなんかどうでもいいのさ。そこはどうでもいい。問題は8月10日までにアンバサダーに登録できているかってこと。イルカ、そう、ドルフィンってこと。関係ない？まあ、結果はどうでもいいようにできてはいたんだけど、毎日カズマル君に会うために稲妻イレブンをプレイしていたしねって。ああ、いないでは DS ソフトか、3DS じゃないやって。まあ、何が言いたいのかってさ、E ショップで毎日アクセスしていたってこと。それだけ言いたかった。上画面が尿液症なのが怖いと、二つ橋人生においてはおしっこだけって切れぬ人生なんでね。で、ああ、それこそ関係ない話だけどね。このね、ラムが少ないのか、ソフトウェア周りのか、接続中の時間が長いのか、3DS は二度関係できないのか。お、繋がった。皆さん、アンバサダーになれたらいいね。以上、また来週、大事ないかもね。